どうも皆さんこんにちは、マックス村井でございます。間違った、こちらよ、配信してございます。今回の動画ですね、現在の時刻はですね、見えるかな、12月31日午後10時40分ですね。まもなく今年が終わってね、もうあと1時間20分ぐらいで2020年になるんですけれども、1月1日といえば皆さん何を想像しますか？もう学生の皆さん、これそう、お年玉なんですよね。僕2年前に小学生のいとこにお年玉100万円あげるっていうね、ドッキリをねしたんですよ。なので今回は2年ぶりのリニューアルということで、小学生のいとこに1000万円あげてみたよー。なのでこちらを用意しました。それでこちら、Amazon でとんでもないものをね見つけました。これね、ちょっと今見にくいと思うんですけれども、100万円の束が今ね10個あるんですよ。これもちろんドッキリ用のやつです。 Amazon で売ってます。金融機関とか書いてる帯がついてるやつで、これ表と裏にね1万円を入れると、もう完全なね100万円の束になるんですよ。で、分厚さも同じで、ここのね横の長さとかも同じ。これがね10束あるんで、合計1000万円分ですね。で、ちゃんとね表と裏用に合計20万円ね用意しました。後ろまでこだわれば、もうすごい反応がね見れると思うんですよ。僕ね2年前100万円本当のやつをポンって渡したら、はいどうもみたいな感じで、なんかねそこまで驚いたリアクションがね取れなかったんですよ。はい、お年玉、えどうも、はい、お年玉、えどうも。小学生の子とかやったら多分100万円とかじゃね、多分びっくりしないんですよ。アニメとかで100万円とかが出てるから。さすがに今年はビビらしたろ。試しに100万円作ってみました。表がこれで、裏がこれですね。もう見た感じ完全なね100万円の束ですね。これをね、あと9個作るっていう感じですね。1000万！やばい、これめちゃくちゃ成功だよ。いやもうこれ本物にしか見えへんって、裏もちゃんとこうなってるから。うわぁ、すげぇ。もう1000万完成ですよ。こんな感じ。いや、これは絶対騙される。ちょっとリアル感を出すために、今からこのね、銀色のアタッシュケースの中に1000万入れていきたいと思います。うわ、これ入らへんか、全部。これ全部入りきらへん、1000万って。1000万円ね、入りきらなかったんで、もうこのまま明日ね、渡したいと思います。じゃあ明日のね、お昼にいとこが来るんで、いとこが来るまで待ちたいと思います。明けまして。おめでとうございます。予想以上にね、ちょっとね、早くもう親戚のみんなが集まって、ターゲットのね、小学生のいとこもやってきたんで、なかなかちょっと、1000万隠すとかちょっとね、してないんで、ちょっと今から隠して、ちょっとバタバタなんですけれども、早速今からドッキリ仕掛けていきたいと思います。ちょっとベッドの下に隠しときます。新年一発目の、では行こう。はい、みんな集合ここ。はい。ここ、あそこ、あそこだよ。ここだよ、ここ、カメラ。あ、オッケーオッケー。こちらよ、配信してください。それと、あくん、りんくん、くっちゃん。イェーイ。いや、お正月ですね。はい、お正月と言ったら何ですか？お年玉。お年玉。お年玉欲しいかー。はーい。いくら欲しいんだー。1万3万5万。前いくらあげたっけ俺？100万。じゃあちょっと目をつぶってください。はい、絶対やで、絶対やで。はい、お年玉、はい、お年玉、はい、お年玉。1000万だろ。1000万だろ。お年玉1000万ね。もらっていいのこれ？あげるよ。え、全部？全部あげるよ。本当にどんな子らないの？取ってる。取ってる。1人333万円かな。何に使いますか？え、野球道具。野球道具で333万。多分それ一郎より買ってる。はい、野球道具と24何にしよう。うーちゃん何買う？333万。ファントミラーズのおもちゃ。どんだけ買えると思ってんの？そんなおもちゃなんかどんだけ買えると思ってんの？これ少なくない？え？ってことは？え？俺来年1億にしなびっくりされへんってこと？え、びっくりしてるよな、2人は。前100万で10倍になってて、少ない1000万って。なあ。なあ、少ないか？300万ずつ、はい。まだまだなんかしないの、まだ。騙された人。はい。またパパを騙しに行きましょう。オッケー、オッケー。パパ1000万もらったよーって言って、パパにも触らせへんようにしてな。うん。1000万もらったよー。行ってこい、行ってこい。はい。行ってこい。